はい、どんどん行くどん、行くたどんということで、はい、こんばんは。はい、さすがゾロじゃないが、ゾロエリカ46です。ですね、はい、じゃあ BGM かけていきまーす。タイプ C からですね。音ちっちゃいか。まあ、まあいいですかね。聞こえてますかね。まあ、今、ウロボロスさんと話してるんですけれども、待って。オール画面にしないと。プライバシーの。まあ、はい。ですね。まあ、今日はですね、まあ、タイプ A とタイプ B がですね、まあ、今週中にやるって言ってたんですけれども、まあ、今日来ましたので、それの開封をしていきたいなと思います。ですね、まあ、イクちゃんがですね、タイプ A に入ってるので、まあ、B から開封していきたいなと思います。はい。ですね。まあ、C を2枚買ったというバカな俺なんですけれども、まあどうでしょうかね。皆さんは、どんな感じで買われたんでしょうか。まあいろんな動画を見ていてもですね、イクちゃんの当たってる率が非常に高くてですね、ちょっと、自分もびっくりしてるんですけど。さあ、この頭、この髪の毛は何なんでしょうか。少しボソッとした感じで。まあ自分の予想だと、イチキさん、あたりですかね。三雲さんとか。はい。山トマトとか。そんな感じ。まあ自分今回写真はね、あまりいいの来ても来なくても、まあ自分は CD が買えたんで。じゃあまあまあ、開封しまーす。はい。中身はこんな感じですね。はい。まあ前回紹介したんでですね、まあ。わかると思うんですけれども、まあ多分中身が違うのかな。パッケージはこんな感じで、まあご存知の方も、まあ全国握手会の件がついてました。はい。まあ、桜井さん。ちょっと違うんですかね。甘いやんと。あ、これは一緒なんですね。はい。はい、そういうことですね。さあ、写真を、こうすればいいんですかね。こうすればわからないですかね。あれ？これどうやるんだ、これは。すいませんね。またぐだってますけれども。もう2分か。やばい、どうしよう。はい。じゃあ、開封しまーす。いきます。トン。お、市木さんでしたね。やはり市木玲奈さんでしたね。はい。まあ、市木さんでよかったかなと。いう感じですかね。まあ A タイプはね、もう、我が最強の推しの、神推しのイクちゃんがね、おりますので、まあ、当たればいいかなって感じですね。あ、ウロボロスさん来ましたか？喋ってもいいですよ。まあ、お？これ、この、頭と、この位置？ピースしてるんですよね、イクちゃんって。で、ちょっと左側に寄ってるんですよ。これどう思います？これ地引きじゃないですか、これ。ちょっと怖いですね、ちょっと。やばいかもしれません。これ地引き来たら湧いてくださいよ、これ。え、マジこれ。やばいっすよ。じゃあ、いきますね。いきますよ。うーわ、来た！いくちゃん地引き！うわ！うーわー、やばいやばい、ほんとすいません、これ。やったー、ほんと騒いじゃってすいません、これ。ちょっと、マジか、これやべえわー。マジでこれマジで泣けてくる、これ。うわー、いくちゃん地引きしましたよ、ちょっと。待って、これ。うーわー、これ。マジでこれ。これ湧いて、もっと湧いて、これ。すげえぞ。ポパじゃねえよ。ポパじゃねえ。やったー、ゆくちゃん地引きしたわ。すいません。ちょっとリミッター解除されましたけども。マジ。こう、心の薬ですね。ちょっとすいません。BGM。待ってくれ、これ。うわー、やべえわ。ちょっと。来ちゃったわー。うわー。まあでもね、このゆくちゃん可愛いんでね、まあ。トレが決まってる人いるんで、その人とのトレもしまして、はい。まあ、
本当にもう欲しいわみたいな方がいればですね、まあもう1枚来るんで、まあ1枚提供できますので、はい、まあでも無限したいっていうのもあるんですけれども、はい、まあ全額がついてました。はい、まあ、中身少し紹介しますかね。生駒さんのアップですね。はい、次のページは市木さん、市木さんも当たりましたよ。はい、やばいっすねこれ。おー、さよなんですね。心の、今心の薬が流れてます。おー、カズミですね。カズミ面白いですね。偶然を言い訳にしてです。やばいわこれ。もしこれさ、ちょっと待って、これまたイクちゃん映ってますけれども、もうねこれね、やばいってこれ。これどうしよう。神様は俺を見ちょっと本当にこれはタイプ C を2枚買ってしまったバカな俺を、神様が、乃木坂の七福神の方々が、七福神っていうかまあね、方々がね、ちょっと祝福してくれるような感じですけれども。いや、すごいオチでしたね。いやー、で、まあでもね、握手会いけないんですよ。まあでも握手会いけなくてもこれ良かったですよ。はい。まあ、代行の件なんですけれども、こんな、ちょっとテンションですいませんけれどもですね、代行してくれる、生写真を代行で、ランダムな、多分出ると思うんですよ。多分そこで、ランダムの、あれを、まあ、なんて言うんですか？代行してくれる方がいればですね、まあ、前回のお知らせ動画を見てください、説明欄を見てくださると、詳しく書いてありますので、代行、もし頼んで、くだされば、まあ、握手券を1枚ね、差し上げて、で、経営を渡して、まあ、ゲントレをしてもらって、まあ、エキちゃんをコンプしてもらってですね、まあ、多分10件ぐらい渡しますので、はい、それで、まあ、コンプしてもらってですね、あとはまあ、その人のものと、写真、他の写真はですね、まあ、コンプさえ揃えばもう自分はいいのでですね、はい。まあ、でも前回ね、自分グルカーの時、3K でコンプしたんですよ。はい。うん、3K でコンプできたんで、多分 10K もあれば多分2コンとかできると思うんですけれども、まあ、できる限りコンプしてほしいんですよね、1枚、1コンプ。代行してくれる方がいればですね。はい。ということでですね、はい、今回はもうハッピーエンドで終わりました。はい。いやー、これ。こう、レイニャンがこう、チョキでね、こう、負けた感じでね、こう、マリコ様に負けた感じで言ったんですけれども、まあ、負け、いくち、ね、レイニャンを負けて、こう、なんていうんですか、有名になったので。まあ、レイニャンにこのチョキで負けて、まあ、パーで、まあ、いくちゃんがパー出してるんでですね。まあ、いくちゃんが有名になって、もっとね、こう、いろんな活動してくれれば嬉しいですよね。はい。まあ、推しは、本当に、嬉しいですね。はい。まあ、狼の肉地病が流れたところでですね、まあ、この、熱狂をですね、ちょっと、もう、やめね、ところ、もう、ここで、でね、ちょっと噛んで、もう、口が回りません、本当に。はい。はい、ですね、はい。ご視聴ありがとうございました。はい、すいません。